今戸人形伏見人形土人形は日本古来の伝統工芸品の人形で低火力の素焼きに5分をかけて泥絵具で彩色をした人形であり素朴な味わいが多くの人々に愛されている京都の伏見人形福岡の博多人形が代表的な土人形である他に郷土人形として各地にも存在した土人形の最古の産地は 深草とされており、ここで制作される、伏見人形をもとに、日本各地へ流伝したと考えられている。深草では、平安時代以前より、土器制作が始まっており、江戸時代までには、人形類の制作が行われていた。土人形は、粘土質の土と像を作るための型があれば容易に、制作することができた。江戸時代には、 農家の収入を増やすため各地で生産が奨励された。大倉長恒の公益国産考は農業所であるが農家での土人形の制作を奨励している。明治維新後は新しい生活様式により衰退した。人形の内容が時世に合わなくなった理由もある。1900年6月30日大阪府令第41号によると、 および、同年8月に発令された、内務省令により鉛を原料とした塗料の使用が禁止された。これは、土人形の製作に、重大な影響を与えた。なお、再色されない土人形もある。三円とか、土面図などが、熊本県この葉にある。京都、深草の伏見成りた社周辺で焼かれる、土人形。 江戸時代後期に50から60あった鎌本は1、箇所に減ったが、現代でも制作されている。不趣味では粘土を散し古くから弾きが焼かれていた。十日山の土に物を売りする霊源があるとされ、孔て持ち帰る風習があり、平安時代には、周辺の住民がその土を丸めて、粒に作り天に出して売るようになった。これを粒々と言った。何時の頃からか、 中を空にした盆のようにしたものを伝法と称し、次第に器皿の形のものが作られるようになった。江戸時代に世の中が安定して刑を経由する人のオーラや、伏見なり三景が盛んになると、この他に奴隷をはじめ、牛、馬、鳥をかたどった土産物が焼かれるようになり、子供の玩具として喜ばれた。さらに、これらの土産物は、 稲荷神の使いとされる狐を中心とする動物や、金太郎など人物と、様々に成功な人形となって、世に珍重されるようになった。深草の西部に瓦焼きがあるが、江戸時代に入り経済生活の安定や、稲荷社信仰の発達から、稲荷社三景の土産品の量産が必要とされ、瓦焼きの手法である、型の使用が始まった。 廃業した釜本が使っていた方が2000種程度、伏見人形作りを続ける、丹吉見に保管されている。伏見人形は別名、稲荷人形、深草人形、伏見焼、深草焼、稲荷焼とも呼ばれる。江戸時代、京都を経由する旅人や商人、西国大名の参勤交代行列により、伏見人形は日本各地に伝わり、 それぞれの土地の土人形、郷土玩具の原型となった。伏見稲荷の南にあたり領土を算する深草の地で、弾きの流れを伝え、憲法2年の東北院職人歌合わせにも読まれたように、河原家が作られていた。室町時代に入るとともに、それに加えて火鉢、小壺などの日用品や、茶器なども合わせ作られるようになった。京都の伏見人形は全国に、 累計の土人形の原型となったが、宮崎県の佐渡原には、江戸時代から、佐渡原土人形が制作されていた。佐渡原初代領主は、伏見で亡くなり、伏見には、屋敷もあり、京都との関係があった。しかし、それとは別に、佐渡原土人形は朝鮮伝来説も強い。すなわち島津が東港を連れてきて、高来町に住まわせたとある。 ある1900年以降、鉛含有のため、使用禁止された二の発色ができず、苦労があった。宮崎県の有吉知事の援助で6ヶ月博多に、学びに出かけたが、土人形の博多人形化は無理ということがわかり、従来の佐渡原人形を欲しがる者も,も多かったが、逆に、博多人形を欲しがる者も,も出た。蒸気以外の人形の名前を記す。多くは、土人形である。 山田徳兵図説日本の人形師東京堂、出版、1991年、10ページ、山田徳兵図説日本の人形師東京堂、出版、1991年、49ページ、AB 山田徳兵図説日本の人形師東京堂、出版、1991年、50ページ、青山美き夫佐渡原土人形の世界公脈草総書宮崎氏、 稲荷の進行昭和26年11月23日、伏見稲荷大社発行 P41、P42 伏見人形発祥地に対する試験、郷土玩具研究1、佐渡原土人形郷土玩具研究第2号、佐渡原人形平方田3、宮崎県経済調査資料集、青山美紀夫、佐渡原土人形の世界鉱脈草書宮崎市、郷土人形美術館大分県、 歴史資料博物館長院、佐渡アラド人形の世界、青山ミキオ P210 公脈草書。ありがとうございます。